神バチイエイということで、皆さんおはようございます。神谷玲子です。さあ本日はですね、最新機種のスーパー海物語 in 沖縄5夜桜乗船譜を打ちですね、マルハン大山店さんにやってまいりました。はい、ということでですね、右打ちが原産タイプの海ということで、ちょっと今までになかった新しい海を本日は体感して、そして楽しいところを皆さんにお伝えしていきたいと思います。そんなわけで実践やります。頑張ります。それでは打っていきます。まあ、導入されてちょっと4日目なんで、少しね最新最速ってわけじゃないですけども、まあ、ホールで打つのは私初めてということで、はい、ちょっと頑張って当たりを引いて、その右打ちの楽しさを皆さんにお伝えしなきゃいけないと、あとはプラス収支で帰りますよと、そのね2つを目指して頑張っていきたいと思います。基本スペックの紹介をしていきたいと思います。こちら大当たり確率が約319分の1の一種二種混合機となっております。そしてラッシュ突入率なんと 100% と、そしてですね、そちらのラッシュ継続率が約 90%、まあ、この台も右打ちがその原産タイプもとにかく速いと、でそこになんと 100% で突入するということで、本当海と原産のもういいところをねギュッと凝縮させたもうハイブリッドと言われております。こちらの夜桜挑戦譜 100% ですよ。もうなんかそれだけ聞いたらやれる気しかしないって思っているんですけど、超初当たり引いた時は、7ラウンドあたりと3ラウンドあたりがありまして、奇数図柄で当たれば7ラウンド、偶数図柄だった場合は3ラウンドと、まあ、ちょっと軽くだけ右打ちの内容も説明させていただきますと、挑戦プラッシュなんですが、こちら大当たり確率が約 3.99 分の1、これを時短6回プラス残保留2個、計8個でですね抽選の方していきますよと、3ラウンドと10ラウンドの振り分けありまして、一応10ラウンドが 20% で取れます。で10ラウンドだと出玉1000個で、 80% で、ね、3ラウンドなんですけど、そちらが300個と、まあ、なんで 20% 引き続けたら本当1000個で取れますし、 90% ループってなったら結構な出玉力はあるんじゃないかなと、 20% 結構取れると思うんでね、まあ、その辺もちょっと目指せ本日まずは1万発ということでねやっていきましょう。もう 100% でやっぱラッシュは入るんで、初当たりをいかにね早く引けるか、もうそことの勝負になってきますし、 90% ループだったらもうある程度見せれるんじゃないかなと思ってますんで、どうしようかな、ちょっととりあえず隣に行きます。もう早速別のお客さんは12連してますね。早いね、まだ始まって間もないのに上手すぎる。いや、こういう形が作れるんだっていうことに、しかも 100% 突入でっていうのが、そうなっちゃったら打つよね。さあ、まあそれもこれもね今日出るか出ないかで判断させていただきますんで、やっぱね海物語ってチャンス目が見たいですよね。私はもうチャンス目が大好きで、海モードのチャンス目、枠内に同じ図柄がね3つ揃うと、もうそれが出た時点でスーパー発展濃厚で、逆にスーパーに行かないノーマルリーチだった場合は大当たり濃厚と、海モードに関してはなんですけど。さあ2枚目入れていきます。早いもので1万円がなくなって2枚目、1万と500円。おお、来たよ来たよ来たよ、ジョくんだよ。あー、目燃えてほしいですね。目燃えない、目燃えない、大丈夫、お願いします。朝一決めよう。
突入と突然やってきましたね。さあこれで一応偶数図柄での当たりだったので、ひとまず3ラウンドですね。はい、でゾーンの方がラッシュ中のゾーンがね、夜桜ゾーンと桜ビスカスゾーンっていうのがあって、どっちから行きますかね。桜ビスカスの方がまあカウントダウンするんで分かりやすいんですけど、ひとまずメインが夜桜ゾーンなのかな。なんでそっちからやっていきます。さあということで一応ねおさらいです。大当たり確率がここからは 3.99 分の1、時短6回プラスザンホール2回の計8回で 3.99 分の1を引くと、それが 90% でループしますよと。はい、それでは早速打っていきます。でこの夜桜ゾーンの方は見せ方が2回転で1セットの見せ方なんですね。なので今これが3回転目になるのか、あ違うか、もうこれが最後のラウンドになります。さあでもこういう感じでもうパンパン決まっていくんで、さあひとまずこれが3ラウンドですね。ラッキーがマックスって出れば10ラウンドになります。で一応時短6回あるんですけども、2回転で1セットの見せ方をしてるので、今ね最後まで行っちゃったんですよ、6回転目の。私に任せなさい。で1セットの1回目で当たった時は即当たり形式なんですけど、今のは違う、ちょっとねここ難しいんですよね。これが3、4回転目、これが5、6回転目です、はい、ここで当たらないとちょっとまずい。あれ、あ怖かった、怖かった、怖かった、よかった、よかった。結構ね、もっと前半で当たるはずなんですけど、私結構ギリギリまで引っ張られてます。で基本打ちっぱで大丈夫です。この 20% の、ね、10ラウンドをいかに挟めるかという感じなんです。もう1回だけちょっと夜桜ゾーンを見ていきましょう。でこれ出てくるキャラが、まあ、マリンちゃん、ワリンちゃん、ウリンちゃんっていう順番で、それが崩れたりすると法則崩れすると、まあ、大当たり濃厚です。大当たりごとに、ね、キャラが変わるのでここ注目してください。あれ当たんない、次が最後5、6回転目ですね。なんか何も出ないね。お願いします、ちょっと待ってね90% だぞ、 90% だぞ、早いぞ、おかしいですね。さあファイナルチャンス。さあここもゲンさんとかと一緒ですね、まず貯めていくんですけども、まあ、ここのエフェクトの色がまあ緑以上になればまた続くんじゃないかと思いますけども、さあ頼む、ちょっとごめんなさい。ですね、3連、210玉。ただですよ、これ通常戻ってからもまだ復活あります。あとね、秒数の下2桁77とかだと復活なんですけども、左打ちに戻してね、やってしまいました、左打ちに戻してね、はい、90% ループをまさかの3連2連3連すごく一瞬でしたね。でもあんな感じで本当に一瞬です。ちょっとね、もう一つのゾーン、桜ビスカスの方を見せる前に終わっちゃったんで、はい、申し訳ありませんでした。もう一回行かせていただきますね。まあでもやっぱり 100% で入るっていうのはなんかいいですね。まあ、ちょっと私出玉伸ばせなかったんですけども、まあ、私が多分極端に下手くそだっただけで、やれる方はまあ平均だって 90% だから、やっぱり9連10連はね、ねえ、やっぱこれだよね、海はやっぱ一瞬で決まるもんな。はい、来た、チャンス目入りました。1回目、あ、リーチか、あ、出ない、出ない、早いな、まあ、スーパーに発展しますよね。
まあ、ちょっと弱いかな。はい、あーダメだね。やっぱなかなか1回のチャンス目では、でも今のでスーパーに発展しなかったらもう大当たりなんで。あら終わってますね。持ち玉なくなって、ここからまた追加投資になります。なんとかって何、来た、ノーマルでまさかの180回転、嬉しい。こういうのが海物語でございます。ダブルリーチからのノーマルでございます。ただです、あの偶数からなんで3ラウンド消化していきます。海の嬉しいとこ来ちゃいましたね。ちょっと漁夢を願ってましたけども、こういう風に、ね、ぼーっとしてる時にも当たります。何も出なくても当たります。さあ、じゃあちょっとモードを変えてみます。さっきちょっとわちゃわちゃしちゃったので、桜ビスカスゾーンの方でやっていきたいと思います。さあ、じゃあもうちょっとおさらいね、もう一回ちょっとおさらいさせていただきます。はい、ラッシュは大当たり確率約 3.9分の1で時短6回プラス残保留2回の計8回で抽選していきます。 90% ループです。さあ、で一応サクラビスカスの方は、まあ、一発告知的な感じですね。あ、でカウントダウンあります。こっちの方が分かりやすいかな、ちゃんとカウントダウンするんで。でこれハイビスカス光ったり、ちょっとなんか違和感があると、はい、光りましたね。さあ、よかった。さあ、無事当たり1回来ましたよと。ちなみにここのね、役物ここがレインボーに発光すれば10ラウンドの大当たりプラス保留内の大チャンスということで、こう光り方とかにも注目。おお、早い、今回早い。さあ、グース柄だな。でこれキツーツ柄で揃うと保留連の可能性、期待度がぐんと上がります。さあ、お願いします。おー、よかった。あ、遅れたのかな、ちょっとなんか今、ああ資産だ、キスズガラ。さあ、3ラウンドですね。ただネクストはない。お、来てましたね、キスズガラで当たったので、もう1回いいんじゃない。入った、意外とここ押すと反応してくれるな。あー、クイッ、早いですよね。さあ、見て当たり、あー10ラウンド来た。これでマックス10ラウンド1000玉です。 20% 振り分けですね。こういうのが絡んできたら、あ、しかも保留連ですね。ラウンド中に金出て、次もここで金が出て、おお、早いですね。これですよ、こういうこと、こういうことよ、本当に。次で反応してくれて、おお、やったー、10ラウンド、いいよいいよ、20% 結構取れてるんじゃないですか。やったー、ね、あー来ましたね。
初めてちょっと分かりやすい演出が入りました。3ラウンド19連目。おお、すごい。10ラウンドちょうだい。さあ、なんと20連しました。やっぱ 90% ループの威力全然ありますもんね、こんだけ続くのね。さあ、そして先発で目標の1万発でございます。ください、どうにかそこまでは行かせてください。あれ、ちょっと待ってね、やめてやめて、まだだよ、何も起きない。あ、やばい、終わっちゃうかも。ということで本日初のファイナルチャンスに、ファイナルチャンスはね、どっちのゾーンでも共通演出になります。さあ、お願い、エフェクト緑いってほしい。うわー、どうかな、お願いします。オッケー、おー、やったー、こういうのがあるんですよね、残保留で。あー、仕留めました、無事。さあさあ、つながった、よかったよかった。こんな9000発万発目の前でね、終わるわけにはいきませんから。さあ、頑張れ、ちょっと終わらせにかかってますね。あー、ダメだ、またまた3保留まで行っちゃいました。いや、でもさっき乗り越えたから次もね、次も頑張ろう、頑張れ緑、緑緑にならない。いや、お願い、ここは耐えて耐えて。ああ、はい、17-4で9320玉。これは通常画面の戻った時にどうかな。残念ながら左打ちに戻して、多分ね、これ戻った時に左打ちに戻して341とかに多分止まってると思うんですけど。さあ、残念ながら万発目前で終了ということで、何連しました、21連ですね。ただただあの万発いけませんでしたけど、一応表示玉数では9000発超え、はい、持ち玉としても8000発超えたということで、全然あの、ね、プラスにもなってますし、結構連チャンもお見せできたので、なんとなくね、こんな感じっていうのは分かっていただけたかなと。いや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 、楽しかった。やっぱ 100% 突入がでかいですね。じゃあちょっと変えましょうかね、沖縄やってみようかな。沖縄モード、沖縄モードも本当に選ばなくて、まあステップアップですよね。みんなどのモードが好きなのかな。あ、そうなんだ、わかりやすいっちゃわかりやすいもんね。お、はい、何が出る、お、なんだ、なんだっけ、なんていう、ドラゴンフルーツ、そうだ、ドラゴンフルーツです。多分ドラゴンフルーツは全然熱くないです。あるぞ、終わらせるわけにいかないぞ、終わるわけないぞ。合計8回転で 3.99 分の1を引いていきます。さあ、お願い、さあ2回転をワンセットで見せてくれるということで、これでおー、
ってますね、ここピカ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 と。そう結構ね、ここ光るの見逃しちゃいますよね、サイレントハイビスカスね。さあ3ラウンド、ただネクスト取りました。次回満身。さあダブルリーチもね、大チャンス。おー、シンデさん、はい、とりあえずまずいな、ちょっと早いな。さあエフェクトの色はなかなか緑にならないですね。せーの、終わっちゃうかな。さあ保留ダメだったかな。さあ4270玉で、今の完成すればね復活だったんですけども、まあ、通常時戻ってからも向かっております。あー、左打ちに戻してね。今回早かった、左打ちに戻してね。8連チャン10ラウンド、そうですね、2回かな取れましたし、いや出玉としても結構取れたんで、なんと合わせ11055玉になりました。合わせ満発、出玉も作れましたし、当たりも3回引いてるんですけども、もう少しだけ打ちたいなと、はい、ちょっともうちょっと連チャンも見せたいなと思うので、あと少し、まあ、時間ねあと少しあるんで、ちょっともうちょっとだけ頑張ってみたいと思います。もう1回当てます。いやこれはね全然入りますね。やっぱちょっと原さんが苦手だった私でもちょっとなんか挑戦できるなと。あとはそう、間口がね広いんで、やっぱりなんか当ててからまたラッシュに入れるっていう、そこがむずいじゃないですか。あ、そう、あ、リーチか。あー、いいですね、チャンス目。さあさあこれも続けば、お魚がぴょんぴょん飛んでおりましたよ。あーでも1回で夕方背景か、ボタンは出ない、弱い。あ、やっぱりね背景が夜にならないと、夜の、ま、おお夜の三日月だ、スーパーリーチいきますね。満月の方がいいんですけど。さあボタンが一撃、プッシュ。あ、なんか白蝶々の方がチャンスアップ。あ、ちょっと待って、プルッとプルッとの熱いよ。音符でしょこれ。これさ、ちょっとあるよ、皆さんありますよ。やったー、
3つのモードでお見せするっていう、しかもね奇数図柄なんで、7ラウンドでございます。はい、早い、嬉しいね、安心、一発目から立ってくれるのは。そうそうそう、さあどれだけ 20% 引けるかどうか。おお、言った矢先に10ラウンド、マックスタート、いいペース。え、待って、はい、ドキドキしますね、ちょっと、あれ演出、こういう演出ってかなってのちょっと思っちゃいましたけど、しかも OK、2回続けて 20% の10ラウンド取りました。 OK、 嬉しい、安心だな、光っちゃうかと。3ラウンド、ネクスト欲しい。ラッキー、さあ5回目ですね。マリーちゃん可愛いんですよね、この沖縄ファイズも。もう始まっちゃう、早い、 OK。 はい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 、やばい、ラストです、まずいですね、キューやっちゃった。さあ来ちゃいました、ファイナルチャンス、ちょっと予定よりは早いぞ。でも緑見れないね。さあ行こう、いやーダメかな。さあ3710、3ラウンド4回、10ラウンド2回の、ちょっと待ってください、最後にボタンはない。あ、通常画面でお願い、あーない、いやいやいや、まあいい、贅沢は言わない。はい、さあということで今回は6回と、またさっきよりもちょっと少なくはなってますが、なんと本日初当たり4回引きまして、トータル、はい、ちょっとではありますが3000発近く増えまして、1万3000発の出玉となりました。まあ台のね流れは結構皆さんにお見せできたんじゃないかなと思いますし、はい、全部流してね何玉になったかなどはエンディングで発表します。ということでありがとうございました。実戦が終了いたしました。ということでですね、楽しかった、もうめちゃめちゃ楽しかったです。まあね、もう見ていただいた方はその楽しさ伝わっているかとは思うんですけども、はい、そんな本日は最新台の P スーパー海物語 in 沖縄5夜桜挑戦闘ですね、打ちましたけれども、なんと319のスペックなのに初当たり4回引いて、投資の方がですね全部で17,500円、そして回収が1万と3595玉ということで快勝でございます。イエーイ、紙パチちょっとねまた波に乗ってきたというか、引きも良くなりまして、しかも今回の台はやっぱりラッシュ 100% 突入っていう、そこがねすごく大きいんじゃないかと。やっぱ当たればラッシュを体感できる、しかも結構その 90% ループっていうのもあるんでね、単発で終わるってこともなかなかございませんので、あとなんといってもスピード感めちゃめちゃ速かった。通常時はやっぱ海なんで変動早いじゃないですか、演出もねさっぱりシンプルなので、通常時も速ければラッシュ中も速いということで、本当時間効率もめちゃめちゃいい、そして出玉感もあるということで、本当最強スペックだなと、噂通りだなという感じで、私大変楽しませていただきました。これはぜひともですね皆さんホールで、はい、一度は体感していただきたいなと思いますので、私のように皆さん大連射させて万発超えてください。ということで今回は、P スーパー海物語 in 沖縄ファイブ夜桜挑戦闘を打たせていただきました。はい、また次回何の寝台をお届けするかはまだ決まっておりませんが、その際もぜひとも皆さん見てください。ということで本日はこれにて終了です。